三太郎峠とは、鹿児島県奄美市にある峠。畑中三太郎の名が、峠の名の由来となっている。標高は約343メートル。かつては、小宮、旧墨洋村中心部となぜを結ぶ、幹線道路として発達した。奄美大島では、県道や国道が整備される以前、北から順に長雲峠、本茶峠、麻戸峠、早瀬峠、 三太郎峠、網の子峠、地頭峠と並ぶ南北に伸びる尾根筋を中心に、尾根筋から集落へと通じる霧通士が整備されていた。この峠は、古名で取水峠と呼ばれていた。1899年、畑中三太郎が峠付近の山林を買い取り、峠の開墾を始めた。その一環として頂上に茶屋を開店させた。 畑中三太郎の名に基づいて三太郎坂と呼ばれるようになり、いつしか三太郎峠と呼ばれるようになった。1917年新たな振動が完成し、旧道は廃れていった。1920年振動が鹿児島県道に制定された。1921年2月9日、柳田国夫は沖縄からの人に奄美大島を訪れた際に、 三太郎峠の茶屋へ立ち寄ったという。1943年3月6日県道が国道徳38号線の一部として制定。戦後、奄美大島が日本復帰すると旧国道徳38号線は国道58号に制定。1989年峠下に三太郎トンネルが開通し国道58号の旧道となった。ありがとうございます。